使ってた腕時計ですね、落として、壊れてしまいました。ベルトが開けちゃいましたね。バンと下に落として。でこれ長年使ってる時計なんですけど、20年以上使ってますね。一応動き続けてるんですけど、まあちょっとね壊れたんで新しいのね Amazon で買ったんですけど、まあ本当はね時計スマホあるんでいらないっちゃいらないんですけどね、どうしてもその見る癖が長年ね腕時計使ってると見る癖ついてるんで、やっぱりなきゃないでね、結構不便なんで、今回ちょっと安いやつとね、あと普通のちょっと高くもないか、1万ぐらいですね、購入Amazon でしました。で今回ですね、アマゾンで買ったやつ、このタイプですね、ノットっていうブランドなんですけど、今ね、なんか皆さん、文字盤でかいやつ、ちょっと流行ってるんですよね。それ欲しいなと思って探してて、一応ね、ストップウォッチとか使わないんで、これじゃなくて、こっち買ったんですけど、これね、聞いたらね、文字盤がちょっとね、小さいらしいんですよね。こっち40ミリあって、こっちね、36ミリらしいんです。まあ本当はね、でかい方が良かったんですけど、まあちょっと買っちゃったんでしょうがないんで。ちょっと外でね、仕事で作業するときとか、まあ買ったばっかりのやつ、傷つけるともったいないんで、もう一つね、安いやつも買いました。で、それがね、2700いくらかな。かなり安いんですけど、なんかね、かっこよかったんで、ちょっとポチッとしちゃったんですよね。これですね、もう今ついて、今からね、あげようと思うんですけど、これ2000に見えないですよね、これね。ファットミアのメタルのバンドと、この薄型で。なんか薄いって言ってもね、真ん中盛り上がってるらしいんですけど、これ写真でね、うまくね、映さないようにしてるみたいですけど、一応なんか見た目はね、すごいかっこいいんで、これもね、36ミリだから、ノットのやつと一緒ですかね。はい。で、今、届いたばっかの時計なんですけど、わざわざこんなでかい箱じゃなくてもいいんですけどね、なんか郵便ポストに入るぐらいの梱包にしてもらった方がいいんですけど、うちなんかだと30個あるんですけど、マンションですね、アパートですね、宅配ボックスね8個しかないんですよ。で結構ね今いっぱいになっちゃってるんで、まあ、このぐらいのねサイズだったら本当になんか宅急便コンパクトぐらいのやつでポストに入った方が、いいんですけどね、本当はね。で2000円の割には割となんかおしゃれな箱に入ってますね。サプライズなんだこれ。ご購入いただきありがとうございます。お礼として無料プレゼントを用意いたしました。なんかえ何が入った、なんかわかんない。おこれかっこいいな、結構。おいいじゃないですかこれね、おしゃれですよね。2700円には見えなくないですかこれ。結構ね、おしゃれですわ。で、あ、そっかそっか。なんかラッピングしてありますね、これね。あ、でも本当にこれ、29%には見えない、2000台には見えないですよ、これね。一応これ、メタルのバンドついて。これね、ちょっと盛り上がってますよね。Amazon のサイトだとね、こういう写真の撮り方してるんで、こんな、ここがね、全部こんな薄いんかなと思ったら、真ん中ね盛り上がってますね。まあそれでもねそんなに気にならないな。あ、このぐらい36ミリこのぐらいだったらいいですね。ノットのやつもこの大きさだったらちょっとかっこいいかなと思って、かっこいい、うん、いいですね。ねバンドの調整がね結構難しくて、今説明書見ながらやってたんですけど、これ固定になってるんですよね。でここ上げてスライドさせるっていう形ですね。でここに溝あるんで、ここに引っ掛けるような形でカチッと押さえる感じですね。でもまあ結構しっかりしてますね。あと今ね調整やってみたんですけど、カレンダーですね、これの調整がねすごい難しいです。ここ引っ張ってこう動かすんですけど、片方だけでこう回して調整する形ですね。でそこがうまくねこうはまん、なんかカチッとなんかその微妙な感じですよね。ちょっと一回今調整して、8日にしたんで、あまりいじりたくないなっていう。でこれね見たらね電池じゃなくてね自動巻きらしいです。普通にね動いてたら、時計動くっていうやつで、まあこの値段でね自動巻きだったら結構ねいいんじゃないかなと思いますね。これねベルトをするのがね結構難しいですね。今ちょっといろいろやってみたんですけど、このフックですね、このフックをここにかけて、これねカチッと収まんないな。あ、収まったか。ちょっとやっぱりこの辺はね、値段なりかな。あ、ベルトだけ別に買ってもいいですね、これね。ちょっとね、難しいな、これな。あ、一応カチッとなりますね、これね。ちょっと難しいな。ただこれ、QR コードでもね、つけてくれりゃいいんですけど、
これ打ち込めっちゅうのっていう話ですよね。はい、URL 開いてみたんですけど、なんか怪しいサイトみたいな感じになっちゃってるんですけどね、これで。大丈夫かな？これ Amazon のレビューじゃない、なかったですね。あ、300円くれるんですね、これね。Amazon 顧客様のみのためです。ちょっと日本語おかしいですね。配送料はかかりません。隠し手数料なし。隠し手数料って何？クレジットカード追加する必要ありません。無料ギフトをゲットをクリックしてお問い合わせください。購入を確認するために Facebook メッセンジャーにリダイレクトされます。無料プレゼントを取るために指示に従ってアドレスをご提供ください。個人情報を他人と決して共有しません。公開しないってことですね。で、これクリックすりゃいいの？どっち？これかな？こっちか。やめとこ。はい、ということでですね、時計順調に動いてますね、これね。今何時？ 53 分。ちょっと合わせ方がダメだったね。一応動いてます。もう一回合わせましょう。54分なったばっかりので、これ進めて戻すんですね、普通ね。よし、 OK。 動きました。やっぱね、これ2700円にしてはね、結構ね、まあまあいいと思います。あとちょっとね、これからずっとつけてて、どんな感じか、まあ壊れたりするかなっても思うんですけど、ちょっとね、また、レポートしたいと思います。ノットのですね、時計、今、届いたので、開封します。これ、昨日と同じパッケージですね。こんな感じのマークですね。なんかパッケージね、昨日と似てますね。だいたいね、時計のパッケージって今こんなのかな。い。こんな感じ。で、これベルトはね、別売りなんで、これだけですね。あ、なんか質感もやっぱりちょっといいですね。で、一応ベルトはね、Amazon で純正のやつが売ってなかったんで、楽天で買ったんで、今日多分後で届くと思います。これね、やっぱり文字盤ね、ちっちゃかったですね。これこっち40ミリですね、これね。大きさがね、ちょっと小さい。やっぱストップウォッチ付きの方がね、良かったな、これ。もうちょっと大きい方が良かったですね、これね。別売りのベルトもですね、届きました。で、一応これ純正のやつですね。まあ、ノットっちゅうのは、なんか、時計本体とね、ベルトは別売りになってて、なんか好きにね、ベルト選べるような形になってますんで。で、これね、ベルトの取り外しが、なんか、楽なんですね。この出っ張りがついてて、これスライドさして入れるっていう。あ、これね、バネになってるんですね、これね。はい、こんな感じですね。一応、純正なんで色も合ってるんで、結構、綺麗ですね。で、留め方はですね、昨日買ったやつと一緒ですね、これね。このフック、引っ掛けて、押して、で、あと、パチンと。一応22ね、6かかるようになってますね。で、これスライドもですね、調節もね、昨日のと一緒ですね、これね。で、こっちは自動巻きじゃなくて、電池式ですね、クォーツ。うん、なかなかね、いいんじゃないかなと思います。